こんにちは、フェリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、こちらです、はい、色で分かりますね。そうですね、はい、僕大好きロゼですね。はい、もうすぐ桜の時期が来るということで、うん、日本で一番ロゼが売れる時期ね。日本で一番ロゼが売れる時期、そうなんですよ。やっぱりどこも桜が咲くからこういうキャンペーンあるんですよ、うん、なので日本ではこのタイミングでなぜか一番売れるってね。なるほど。海外は全く関係ないよ、でも今日ロゼやるっていうんでさ、はい、ちょっと私も予習してきたの、はい、ロゼに関して、はい、うん、アメリカとかでもうロゼブームが来てさ、いやもうすごいよ、すごい盛り上がってますみたいのが、うん、2019年に来て一昨年、はい、アメリカでブームが来てます、ロゼ大ブームね。そう、うん、日本チーンみたいな感じ。まだ来ないんだ俺ずっと待ってんだけど。そうで、国税庁のアンケートでも、うん、ロゼを飲んだことある人って 3% なんだって、うん、少ないね。そうで、フランスとかだとやっぱり 24% ぐらいがやっぱり選ぶワインとしてはロゼを選ぶみたいな。もう生産量がそもそもね、あの消費量が全然違うもんね。ね、そう、全然違う。日本は全体の中のもうロゼって3、それこそ同じ 3% ぐらい。あ、そうなん。消費量も 3% ぐらい。へえ。もう全然、だから皆さんこう選ぶときに白、赤でスパークリングワインぐらいは選択肢に入るんだけど、ロゼを選択肢に入れることは多分ないと思う。なんで入れないんですかね。ね、だからなぜ日本では流行らないのか、ブームがないのか。うん、こっから起こそうよ、ね、そうですね、こっから起こしたいと思ってます。そうですね、なんでこんな美味しいものが、ね、はい、食卓に並ばないのか、はい、お店でオーダーされないのか。さあ、じゃあそんな、はい、ロゼをおすすめするあおちゃんの理由をちょっと教えてもらってください。ロゼね、はい、ロゼ3つあります、はい、1つ目ね、これどんな食事でも合うんですよ。言いますよね、ずっと言ってますよね。ロゼはね、もう本当に白と赤の本当にいいとこどりなの、うん、あ、今日1本頼むけど何頼もうかな、でもお魚も肉も食べたいな、ロゼ。もうどんなお料理とも合うから、ね、だから家に何本か忍ばせておくと本当にいいですよね。そう、はい、なので、じゃあそう、2つ目、うん、人生幸せになります。これ知ったと、本当やっぱ白と赤スパークリングしか知らない人生だと半分ぐらい損してます、うん、ね、なのでこれを知っておくと本当人生ハッピーになります。なぜならロゼって本当気軽なの。今さっきニューヨークの話だった、うん、ニューヨークなんかだともうこれにね氷入れて飲んだりとか、うん、フローズンで一回凍らして、はいはい、フローズンロゼみたいな、フローゼっていうんだけど、うん、そういう風に飲んだりとか、いちごを放り込んでフルーツと一緒に飲んだりとか、うん、なんでそれロゼだけ許されるの。もう自由なのよ、なんかもうロゼだけね違い保険みたいになってる本当にいいんだ、肩肘張らずに飲める非常に使い勝手のいいワイン、はい、さっきの食事にも合うにも近いんだけど、なんでこれを知ってると人生すごく豊かになります、ね、じゃあ3つ目は、3つ目はこれ色ね、ピンク色、うん、これがまたいいんですよ。心を落ち着かせるとか、うん、あと安心感、そういった意味合いの、そう、ピンクがなんかホルモンバランスを整えるみたいな、そうそうそう、作用があるんだよ ね、 ね、だから、うん、あの女性男性問わず心を落ち着かせてね。そう、最高だね、いいことずくめ、うん、じゃあ赤と白もいらないんじゃない。赤と白また飲みたくなんだよねこれはこれで置いときたいじゃない。今日のワインはどこのワインなんですか。はい、今日はベネトが2本ね、お、あとアブルッツォが1本。アブルッツォ、アブルッツォ、アブルッツォ、アブルッツォって思いました。ラッツィオ の、 あの東側だね、あの、あ、そうね、そう、ね、よくさすがだね。私勉強しましたよ ね、はい、ね、アブルッツォ知ってるなんてこの中で俺とアオちゃんぐらいだよ。さすが、貴様まだわかんない僕知ってすごいね、アブルッツォ知ってるって。そうそうそう、アブルッツォはなかなか、まあベネトはねベネチアがある州だから ね、 割と有名だけど、アブルッツォは南イタリアのね、 なのでベネトが2本とアブルッツォ1本ですね、はい、はい、そのワインだから今日はオールイタリアでご用意しておりますね、はい、1本がシャンパンで2本がスティルみたいな感じですね、はい、1本はシャンパンという表現ちょっと間違いますね。1本がスパークリングで、そうですそうです、そうね、1本が、ね、1本が泡で、そういうことですね、泡スパークリングね、2本がスティルってね、はい、シャンパンはね、シャンパンの地方でね、スパークリングワインですね、はい、飲んでいきましょう、はい、じゃあさあ、はい、行きましょうか、うん、スパークリングワインから開けましょうか、はい、はい、お願いします。絶対のコルクが飛ばないように常に親指でね栓をしながら、蓋をしながら、慎重にこの上蓋を開けますね。でこの時も、コルク飛ばないようにしっかりね押さえておきます。でこのまま、右利きの方は右手をそこねで、左手をコルクに添えて右のボトル、右下のボトルの底を回していきますね、キュッと、はい、こう回していきますね。するともう上のコルクが上がってきます。で最後ね、スパークリングワインは音を出さずに開ける、
空気を軽く抜くように開けるので、ずっと押しながら、上から押さえつけながら最後スッと開けると、はい、こんな感じで開けてください、ね、ちょっと今音出ちゃったけどね軽く出たよね出たね、はい、でもポーンっていうあのでかい音でね、お客さんをびっくりさせちゃ飲食店は特にダメなので、お店だとスッと開けますね、うん、OK、 じゃあ注ぎましょう。はい、注ぎますか。じゃあ注ぎますね。グラスを斜めにして泡をね壊さないように優しく注いでください。綺麗な色、早く桜が見たい。あ、でももう梅の花は咲いてますもんね。あ、いいですね、いい細かい泡が立ってますね、うん、いやロゼはなんかさ、やっぱテンション上がるよね。なんか普通の泡とかよりも、ね、色ついてるし、ね、色がついてるし、そう。さあ、はい、これプロセッコロゼです。お、プロセッコ、はい、プロセッコご存知、うん、何度か出てきましたね。出てきましたね。イタリアで最もポピュラーなスパークリングワイン、うんうん、なんならもう世界でも知れ渡ってる、うん、世界で最も飲まれてる、消費されてるスパークリングワインがプロセッコです。あ、そう。そうなんです。シャンパンじゃないんだ。シャンパンにはね、もう何年か前にもうプロセッコに抜かれちゃったんですよ。へー、はい、なので今は、うん、世界中で飲まれてる、一番飲まれてるスパークリングワインがプロセッコ、はい、気軽に飲めるフレッシュ&フルーティーみたいなね、そんな感じのスパークリングワインですね。じゃあもういけると思って、すげえベネト州のプロセッコの人たちはすげえ大量生産に踏み切ったんだね。そうそう、もともとね大量生産で向いてるスパークリングなんですよ。あ、そうなんだ、はい、これはあのシャンパーニュ方式じゃないので、わかりますか。ステンレス樽でじゃあ発酵、ね、そうですそうです、あのね瓶に詰めて一本一本ね、うん、熟成するタイプのワインではなく、はい、ステンレスタンクで大きな容量で作れるスパークリングワインなので、大量生産向きなんです。なるほど、ね、なのでお値段も比較的に優しいと、はい、でプロセッコロゼと名乗れるようになったのは2020年から、ほんとついこの間の。これまではもうそのエリアで作ってて、この色のスパークリング作っててもプロセッコ名乗れなかった。要はスパークリングロゼ、ロゼだったなるほどね。そう、ベネトさんのただのスパークリングロゼだったんだけど、ようやくプロセッコ名乗れるようになって、はい、だからまた一躍これね脚光浴びてます。なるほど、それを皆さん今から一緒にね飲みましょうね。はい、ちょっと香りから、はい、まあ外観見るんだけどね、泡もね、泡が細かいとかね、たくさん上がってるとか ね、 そうですね、キラキラしてるとかね、はい、キラキラしてる。色はそんな濃くないですね、ね、薄い、はい、なので薄いピンクってことはそこまで赤に近くない白に近いロゼかなっていうのは想像できますね。なるほど、はい、そして香り、何が言いますか。どうですか、一番最初に来るもの。もういいよ、今日池田さんからで。ライチかな。うん、あ、ライチね、ライチっぽい香りしますね。しますね、はい、確かに。まあでもチェリーですね、まずね。チェリーね、うん、はい、お気に行きました今チェリーはいいと思いますよ。リンゴだと思います。リンゴ ね、 リンゴね、はい、いいと思います。で、発火スペアミント的な、はい、うん、するするね、あ、しますよ。絶対あとね、ほら、うん、忘れちゃいけないこのスパークリング特有のしないですか、あいつな、はい、パンの、ね、そうですそうです、はい、ね、酵母の香りがしますね。酵母の香りしますね、はい、酵母、あのパンの香り ね、 ね、そうそう、パンが焼きたてのブリオッシュとかの ね、 ね、香りしますよ ね、 ね、はい、もうない、変わった香り、変わってなくてもいいんだよ。あ、するな、確かに。あ、いや、柑橘系の ね、 ね、黄色い柑橘系しますね、レモンとか ね、 ね、うん、出るね、やっぱ出るね、4人ぐらいいると出ますね、どんどん、はい、じゃあいただきましょう、ね、これはいいね、うん、あら、優しいロゼですね。うん、あ、でもフレッシュな感じですね、うん、最初ね飲んでちょっとこう回していただくとじゅわっと唾液出ません、うん、わりかし酸が豊かな感じしますね。じゅわっと酸が来た後に、うん、ね、このプロセッコ特有のフルーティーな感じがふわーってきます。プロセッコはフルーティーなんだね。そう、特別寒いエリアで作ってるわけじゃないので、うん、いわゆるフランチャコルタとか、うん、シャンパーニュほど酸がキレッキレの、スパークリングワインではない、うん、ね、やばいやつです。だからそう、だから愛されてるんですよ世界中で。へ、いや、これは美味しいですね、ね、
え、なんかこれ飲んでほしい理由ってなんか他になんかおすすめするポイントはないかな。おすすめするポイントはね、もうこれ正直ロゼのスパークリングなんてまさにもう料理と万能。そもそもスパークリングワインってお料理と万能って、うん、ね、言ってたでしょ。それでロゼだから何でも濃いです本当に。なるほどね、はい、まだあるでしょ理由。まだあるよ、うん、これね、これ生産地がバルドビアデーネってとこなの、うん、プロセッコはバルドビアデーネとコネリアーノっていう地区、2つ作っていい地区があるんだけど、プロセッコ地区じゃないんだ。プロセッコ地区、プロセッコはね、ブドウの名前です。プロセッコブドウの名前でしたか。そう、ね、で、はい、これはバルドビアデーネっていうエリアなんだけど、うん、そこはね、世界遺産にそれこそ2019年登録されたんですよ。何の世界遺産や。あ、世界自然遺産、要はブドウ畑が、そうそう、風景ですよ、風景、景色、景色。それがめちゃくちゃ、私行ったことないんですよ、うん、行ったことないんですけど、うん、めちゃくちゃ綺麗めちゃ写真で見る限りね、めちゃくちゃ、もうあのパソコンで見てる情報だとすげえ綺麗世界遺産に選ばれるくらいだから。じゃあ昔からやっぱりワインがすごい、ブドウの生産がもうあの豊かなところですよ。でそうです、その丘陵地帯っていうの、ね、そう、丘陵地帯、丘陵地帯っていうのが綺麗ってことね、はい、そうです。行ってみたい、行ってみたいよね、うん、行ってこれ飲みたいよね、飲みたい、行こうでも行けないから、ね、そう、その景色を思い浮かべて、まあ、このワインを飲むってことね。ね、いや、いいよ、ブドウ畑が世界遺産なんだよ、うん、ね、最高ですよ ね、日本の茶畑もね、そのうちなるかな、うん、ね、確かに茶畑も綺麗だしね、綺麗だし、はい、いや、いいですね、はい、なのでこれはぜひぜひ飲んでいただきたい、その風景を ね思い浮かべながら飲んでいただきたいですね。最高です。だからロゼの場合さ、合う料理をって言われるともう全部合うからね、全部合うからもうね、そうなんです、そうなんです、そうなんです。じゃあ強いて言うならもうサルティンボッカでしょ。ええ、強いて言うならサルティンボッカ、とりあえず揚げるんだったらサルティンボッカ言っとけばいい、もうでも生ハムがいいよね、だから生ハムってことでしょ、サルティンボッカはね、ね、そういうことですね。絶対失敗しないです生ハムサラミは間違いなく失敗しますよ。よくね、私言いますけど、あの色、うん、この生ハムとこのワインの色ね、ドンピシャでしょ、ね、もうロゼと生ハムなんて色合わせてくださいって。でここにあのイチゴも置いてますけど、フルーツもぴったりよ。泡でイチゴを食べるなんてもうさ、ね、あの 夜のイケイケの人たちの、ね、いや本当だ、はい、もらっとくよ、美味しいからじゃあ紅ほっぺ と、プロセッコロゼ合わせてみましょう、はい、ね、どうかな。これはイチゴを一口食べたとスパークですね、うん、はい、いただきます。いただきます。うん、いやこれはいいですね。パリピだね。ね、富山にいる時こんなのと一緒に食べて飲むなんて思いもしなかった。いや俺30代でもないよないよね、うん、人生で下手したら初めてかもしれない、いちごをかじって泡を飲むっていうの、うん、あ、でもね、俺も初めてかもしれない。なんかあった記憶を遡るのないもん。ないない、このシーンはでもあるかな。なんかね、いちごってサラダに入れたりするわけよ、うん、生ハムとフルーツってよくやるじゃん、うん、でいちごと生ハムってやっぱり一緒に提供することもあるし、提供されることもあって、ひょっとしたらそういう組み合わせであるかもしれないけど、いちご単体とこれは初めてだわ、うん、ね、うん、池田さんもいちごとシャンパンなんで、あの生ハムで巻くのが美味しい。美味しいですよねいや、いちごと生ハムで巻くの、いちごと生ハムじゃあ巻いてみよっか。マジで巻いて、本当のいちごの旬はこれからだからね。うん、確かに最高にうまいね。最高にうまいね。うんうんうん、あの高級なバルサミコかけたい。え、かける？絶対やった方がいい。マジで？絶対美味しいよ。はい、じゃあちょっとハムで包んで、このちょっとドロッとした、これやってみて。長期熟成のバルサミコ、ね、そう、長期熟成のこのバルサミコをかけるだけで急にお店になる。本当だ、最高に最高にうまいね。最高に美味しいでしょ。これはもうこの一かけで、うん、高級レストランに消化するよね。本当だ、いや美味しいね、うん、今すごい楽しいよ。これ楽しいね、こうやってなんか食べながらどんな食材と合うか、うん、でこの調味料かけたらどうなるかとか、うん、ね、これにオリーブオイルかけたりとか、うん、いろんな楽しみ方あるよね。
じゃあ次のワインいきましょう。はい、はい、今度はバルドリーノクラシコキアレットというワインですね、うん、こちらもベネトのワインね、はい、これは珍しいですね。スクリューキャップですね。スクリューだとコルクであのワインを傷めることないですよね。やっぱ今後はスクリュー増えていくと思うけどね。だから別にコルクがいいってわけでもないってこと。ただコルクだと、ワインが呼吸できるんですよね。でいうと長期熟成型はやっぱりコルクの方がいいと言われてます。なるほどね。そうでもさらっとねもうできてすぐ飲むようなワインだったらスクリューでいいんじゃないかなと思うけどね。なるほどね、うん、僕もなんかそんな気がします、はいはい、じゃあ注ぎますね。うん、淡い色ですね。はい、なんか薄いね、薄い綺麗な色ですね。ちなみにね、キアレット語源はキアロというイタリア語、うん、キアロは明るいとか透明とかね、はい、輝かしいっていう意味があるのよ、うん、キアロ、うんうん、そっから来てるというふうに言われてますキアレット、はい、もうまさにね、輝かしいとか透明とかね、透明な赤ワインみたいなね言われ方もしますキアレットです。はい、はい、じゃあまずは外観からいきますか。まあ淡い感じですね。ね、まあピンクというよりもオレンジに近い感じがします、ね、そうね、ピンクよりも若干ね褐色系の色もありますよ ね。まあでも綺麗ですねやっぱロゼってね、うん、心がこうときめく感じしますね。44になってもね、なんかこのピンクってね、なんだろう ねピンクってね、ね、なんかいいんだねピンクってね。さあでもこれ前回とか嗅いだ香りがいるな、うん、あ本当白ワインに近い感じがします。そう ねなんかあんまりあの赤の要素があんまりない ねちょっと青っぽい感じもしますね、うん、いやもうこんなの簡単ですよ。もう本当に柑橘系はね大体するし、さっき言ったね、グレープフルーツとかも全部潰してやろう、うん、先に潰してやろう。潰そう潰そう。いちごはいちご。いるね。チェリーもいるし、いちごもいるし。チェリー、いちご。うん、いるいる。はい、どうぞ池田さん。桃のカッペリーニの香り。桃のカッペリーニ。オイルの香り。ああ、でもオイル系のね。うん、確かにね。あの桃のカッペリーニっていい表現しますね。ね、確かに確かに。これ M。これと桃のカッペリーニあったら多分一生いけるね。一生いける。桃のカッペリーニ食べたいな。食べたい。あ、すごい、やっぱ回していくと香りがまた立つね、うん、はい、ね、スワリングと言いますね、これね、スワリングすると香りが上がってきます。うん、やっぱりハーブちょっとバジルっぽい香りしますね。ね、うん、ちょっと甘い感じがしますね。確かに。だから桃っていうのはめちゃくちゃしますよね。ね、うん、洋梨もしますね、なんかね。プラモデル作った時のやっぱりあの接着剤の香りがしますね。そうね、はい、分かる分かる。セメダインのね。そう、セメダインの香りがしますよね、はい、するね。 あと春のやっぱり緑のなんかあれ空豆的な香りもしますね。うん、あ、分かる分かる。空豆とか、うん、グリーンピースとかね。そう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 、ね、ちょっとね、分かります分かります。やっぱ青っぽい感じが、ね、青い感じするね、うん、出てきました。そんな香りがスワリングしてるといっぱい出てくる ね、 ね、いいね。だからこれすごい、うん、豊かなワインですね。そう、いいですね、うん、香りをたくさん見つけられるというのはいいワインですね。さあ、じゃあいただきますか。まだ出てきそうだけど、うん、でもね、バナナっぽい香りしてきた。回してるとちょっとこう温度が上がってきてるなと思う。あ、なるほど。バナナとかちょっとね、南国系の香りがちょっとするね。うん、これは結構アロマティック系の ね、いい香りしますね。しますね、うん、これちなみにブドウはコルビーナ、ロンディネッラ、モリナーラっていうブドウ3種類使ってます。あんまりね、メジャーな品種じゃないですね。ね、聞いたことない、はい、いただきます。はい、飲みましょう。おー、さっきの、まあもちろんさっきのがスパークになったから、うん、あれ、重たさもあっていいですね、うん、なんて言うんだろう、お肉とかに本当に合いそうなワインですね。そうかな、こっちは結構ドライでキリッとした感じしない。あ、そう、俺結構甘くてなんか重たい感じがしたんだけど。いや、どっちかキリッと派なんだこれ、うん、どちらかというとドライで、ブラインドで飲んだら、うん、多分ロゼじゃない、白。うん、まあそうかもね。もう完全に白で、多分、うん、少しそのニュアンスがあるとすれば、うん、アルコールを感じるね。まったりしてる。そう、アルコール、ね、ねっとりしてる感じ。そう、アルコールを少し感じるかなっていう、うん、そこが少し重たい感じにつながるかもしれない、うんうん、そうね、うん、だから、まあ、スパークリングの後だから、うん、そう思っちゃうのかもしれない、うんうん、ねっとりした感じが。そう、でもこれ 12% のワインだから決して、そう、もう重くもないし、アルコール度数が特別高いわけではないので、もう目を閉じて飲んでいただくと、うん、なんかキリッとすっきりした白だなっていうぐらいの感じ。もう言われてみると、ギリギリロゼかなぐらいの。言われてみても、ね、そんなキリッとした感じになるな。 ね、なるでしょ。そう、うん、もうキアレットの特徴ってそういうワインなんですよ。へ、非常にすっきりした、もう 色の通り、
もう本当に白に近い、うん、もう淡いロゼなんですよ。どうですか、池田さん。やっぱり魚介、うん、冷たい魚介が合いそうな感じ。合いそうですよね。だからこれはむしろね、3月に飲むってよりはもうちょっと暑くなってきて、うん、5月6月の初夏ぐらいに飲む方がいいわけですね。ムシムシしてんなぐらいの時にこれ飲むと、確かにキリッとして、うん、キンキンに冷やしていただくとさらに美味しいね。まあ冷蔵庫に忍ばしておけばいいか。そう、野菜室に入れとけばいいか。 いいよこれは。ねね。でもっていうのもおかしいけど、うん、白っぽいけどちゃんとなんか飲んでいくと後味がちゃんと赤っぽい感じもするから。そう、やっぱりねコクがあるよね、ね、最後ね。これはね、実はベローナっていうエリアのワインなんですよ、うん、ベローナご存知、うん、ね、これもロミオとジュリエットの。ロミオと何？ロミオとジュリエットの。そうそうそう、ね、ね、舞台のうちじゃないですか。そうです、まさにさっきのね世界遺産のブドウ畑を思い浮かべると同じように。あ、ロミオとジュリエット見ればいいか。いいんじゃない、いいね、ディカプリオいいね、うん、クレアデンズ。あ、すごい覚えてるね。いや、もうやっぱ我々世代よね。我々世代もうかっこいいなっつって、俺それで、まあ、バニシメントって英語覚えたからね。どういう意味？消えるっていう意味ね。あ、そうなんだ。そうそうそう、どこで使うの？ね、ディカプリオが友達を殺しちゃうじゃない、うん、相手の人を殺して、うん、ロミオが追放されるじゃん、うんうん、そう、追放って意味でバニシメントっていうの言うんだよそう、あ、消えるって意味なんだっていうのを、バニシメント、それ以降忘れないもんね、バニシメント ね、 確かにバニッシャーって映画もあったね。ちょっと俺もなんか見た気がするけど、殺し屋みたいな映画だったけど。あ、そう、殺し屋の映画だったけど消すんだろうねさあ最後のワイン開けましょうね、はい、チェラソロダブルッツォというワインですね。まずこのね、アブルッツォのチェラソロ、チェラソロですね、はい、はい、じゃあ上のねカプセルをナイフで削って切れ目を入れます。はい、そうするとね、こうやってスッと取れますね。はい、OK。コルクのね中心にこのスクリューを刺します、うんうん、でもう垂直にただ回していくだけですね。はい、でほぼもう最後まで入ったら、このダブルタップ、2つタップがあるので1つ目のタップで上まで開けて、で次のタップに引っ掛けてまた上まで上げると、で最後もうギリギリまで来たら手でぐるっと回して開けてあげると、ね、そうするとワインの液体が飛ばずに綺麗に開けられます。で無性根かどうかを、ワインに異常がないかをコルクを嗅いで確認すると、これで OK だったらもう美味しく飲めますと、ね、はい、ね、はい、それでは注ぎましょう、はい、お、濃くなったね。うん、ね、急にさっきの色と比べてみると分かるけど、もう全然違う色ね、うん、ロゼってどうやって作るか知ってます、うん、その復習というかね、それも一回やっといた方がいいね。4つあって、うん、赤ワインを作る方法で作るロゼ、うんうん、それはもうブドウの皮も種も何もかも、うん、タンクに入れて、うん、で、途中で皮を取る。そうね、ね、皮とか種、はい、で2つ目は、うん、そもそもブドウを潰すタイミングで、うん、赤の色素が出るから、うん、要は白ワインを作る方法と一緒、うん、潰すと赤い色素が軽く出るから、それで以上ロゼっていう。あ、そうだ、皮は剥くわけじゃないよね。そう、もう潰すだけ、うん、潰していくうちに、やっぱり黒ブドウだから、なるほど、ね、液体できる、ちょっと ね色素出るじゃない、うん、でそれでできるロゼ、うん、まあ、これは色素薄いよね、うん、はい、それでもう一つは白ブドウとは黒ブドウを一緒に潰してで発酵させる、もう同じ、ね、やり方で、それが3つ目。なるほど。で最後は白ワインと赤ワインをただ混ぜる、うん、それがロゼって言われてた時代もある。なるほどね、うん、それはもうほぼイタリアだったらもうないんだ。もうそのやり方は認められてないからないんだけど、だから基本的には3つね。あ、そっかそっか。そうだから白ワインの作り方で作る、ロゼ、赤ワインの作り方で作るロゼ、うん、で白と赤の白と黒ブドウを一緒に潰して作るロゼ、うん、その3つです。あ、もう、はい、ベリーチェリー今もう、はい、パンパン消えましたよ。
もうこれもうさっきと逆で、これブラインドで香り変えてたら赤ワインと間違いね。こう冷たいからあれだけど、もうちょっと温めると香りガンガン出てくると思う、うん、あでもねやっぱりちょっと赤い果実系のザクロとかね、あしますね、うん、絶対に俺の多分勘違いだけど、アリがアリの巣に帰る時に出す液体の香りがする。それは我々分かんない。それはアリにしか分かんないでしょ。なんでなんで分かんない、僕の記憶の中で。アリ食べてた、アリ食べてたか分かんない。アリ食べてた子いたもんね昔ね、なんか、うんうん、その記憶かな、うん、アリ食べてたからアリ食べてたんじゃない。あーバラ、あー紳士服は青山の香りどういうことどういうこと。あの新しいさスーツのさ、あ、あの嗅いでみてほら、するよ。あーなるほどね、あのユナイテッドアローズの香りがするそうそうそう、ユナイテッドアローズのあの地下の香りがする。そうだからスーツあるそうそうそう1階にはないんだよ。そうそうそう、地下とか行くとあるんだよね、銀座のねそういうことか。そう、するよね、するする。いいね、そういう表現の仕方いいね。あれ分かってくれませんでしたうちの玄関のそれ何何何なんか。この前からできてる香りなんですか。え？あのなんだっけ、ディフューザー。ディフューザー、あそうなんだ。会社のトイレね。そうそう。あ、それと一緒？同じするよね。トイレのディフューザーの香り。そうかそうか。ちょっとバルサミコの。あ、しますするね。バルサミコの香りしますね。本当にこのね、今のこの香りと近いもんね。ね、するする。熟成してるブドウの香りだよね。だからね、それで言うとバルサミコの香りがするっていうのは。あでもちゃんと青っぽさもあるね。なんかいろんな香りするんだよねロゼって ね白と赤と、うん、もう森の香りがするのちょっと、うんうんうん、森とかね、うん、ちょっとこう葉っぱとかね、ねするよね、うん、あの落ち葉系の香りしますね、うん、あだから面白いね、新緑の緑のイメージから落ち葉って言われて落ち葉の香りするね。だからあそうね、なんかどっちかというとやっぱ新緑よりも落ち葉な感じする、うん、落ち葉な感じが、うん、そうかそうか、秋の感じしない、うん、ね、まあ言われてそうだね。でも俺も緑の感じのイメージがしたから、うん、こっちの方がこっちがだからあるとしたら新緑かもな。そっちはねもう緑だよね、もうだって。ああ ねそうね、うん、そう、いいですか、もうだいぶ、うん、だいぶ見つけましたね。いい、皆さんすごいねやっぱ新宿の青山が俺 あの今日の踊るヒットショー新宿の青山ね、うん、ね、いいかもしれないです。今日の香るヒットショーは新宿の青山です、はい、ね、あれ意外に香りとは全然裏腹な味わいですね。さあ飲んでみましょう。ほほう、はい、うん、ものすごい酸が立ってますね。はい、酸も立つね、yeah. うん、酸も立ってるけどやっぱボディしっかりしてるよね。でもあんたと比べるとやっぱボリュームはそこまで感じないかなって思っちゃうな、うんうん。赤でこれだけの酸度を求めるのってなかなか難しいんだけど、うんね、これも黒ぶどうだから酸があるぶどうなんだけど、うん、やっぱこのタイミングで止めないからさ、もっと熟成させるから、うんね、でもっと皮と、ね、種と浸して、うん、でしっかりタンニンも抽出するんだけど、うん、これはタンニンはそんな感じだよね、軽く感じるけど、うん、むしろ酸味がやっぱり重要で、うん、酸が重要でこの酸があるからこそいろんな食事と合わせられる。なるほどね。あ、赤も基本やっぱ酸はあるもん、あるのか。酸はある。酸が強いブドウも、サンジョベーゼなんて非常に酸が豊富なワインだし。なるほど、うん。イタリアといえばサンジョベーゼ。うんうん、軽い軽やかなタンニンが私好きです。あ、なるほど。はい。決して渋くないね、うん。これはなんかちょっと温度が上がってきて、このぐらいの温度で飲むのはいいね。キンキンに冷やすより。そうだね、このぐらいのちょっとこう、うん、少し温度が上がってきた状態で飲むのが、うん、多分いいワインですね。これね、いいですね、美味しい、うんうん、これサルティンボッカのインボルティーニ作ってくれたの。はい、中にあの、うん、リーキと新じゃが巻いてます。サルティンボッカってことは生ハムと豚肉。そう、豚バラね。あ、バラでやったの。バラでやったの。中に巻けるように。しゃれてんね。しゃれてるでしょ。しゃれてる。かじってほしい。かじるんだ。もうあのナイフとか食べない。手でかじったんですよ。いやいや、ナイフとフォーク使わせてね。じゃあいただきます。これもいただきながらワインいただきます ね。おいしい。これはワインが合うわね。
白でもなく真っ赤でもなく、うん、まさにロゼに合ういいね料理だと思うんだよね。はいはい、いいよ、これはいいですよ本当に。いや美味しい、お腹にたまりました。もうメインですわこれ、うん、チェラソロで、チェラソロの情報一つ。ああ情報、はいはい、ですか。でこのワイン3本目に選んだ理由なんだけど、うん、これはねこの作り手なんだけど、2019年にまさにこのロゼが、うん、トレビッケールっていうイタリアでワインの中の最高評価を受けてる。へー、そうガンベロロッソっていう評価誌があって、ベストオブロゼに選ばれてる。年間ナンバーワン。あ、そうなの。だからいわゆるもうミシュランみたいなもんですよ。ガンベロロッソってイタリアのミシュランみたいなものがあって、そこでナンバーワンロゼに輝いてるロゼ。なるほど、はい、だからそのバイアスかかった瞬間美味しく感じたでしょ、うん、そう聞くと、うん、急になんかね、もう一回もらっていい、ちょっともう一回飲んで、はい、どうぞどうぞ。そうなんです。こう思うと今飲んでみると確かに酸というよりはほのかなタンニンだからね。いやタンニンがねやっぱ優しくちゃんと締めてくれるのよね。シュッと締めてくれる。そうなんです。シュウさんがね、修練性ってね、修練性っていうね、こうスッとこう唾液を持っていく感じ、うん、でもそこまでねガシガシのタンニンではもちろんないから、うんうん、飲みやすくていいよね。あのシュウさんはほうれん草か。シュウさんほうれん草だよ。シュウさんなんだろうな、修練性です。どっかで聞いたなと思って。そう。いやー、うん、どうですかロゼ、なんかさらにこう広がったでしょ。広がりましたね。ね、なんかこうますますロゼが好きに なるよね。なるね。これをねきっかけに、うん、この動画をきっかけに少しでもロゼのね普及の一助になればね。今回このロゼ販売します。いいでしょ。素晴らしい。このトレビッケール取ったようなね、うん、ワインも入り、泡も入り。ね、そしてキアレット、もうイタリアのロゼをこれで完全に学べると思って人生豊かになるって最初、ね、言ったけど本当に食卓豊かになりますよ、ね、うん、これ3本持ってればいつお呼ばれしても大丈夫。いや全然、ね、もう3本ごと言って、うん、3本ごと開けたい。で なんで俺なんで俺だけ8000円使うの。いやそれは笑おうよ。それはシェアしよう。そうか、シェアしよう。なんで俺だけ8000円、うん、騙されないんで、ぜひ。いやこれはね、騙すつもり一切ない。美味しいし、ね、いや美味しいな、はい、ね、ぜひぜひこれ買ってみて、まあ、ロゼっていかに美味しいかを皆さんにちょっと知っていただきたいと、うん、もちろんここで買わなくてもいいです。あのお近くのワインショップとかでロゼ1本買ってもらって、ね、青池が言ってたことを本当だと思ってもらえれば、ね、もうそれは幸いですね。楽しんでいただくのが一番大事だと。そうです、はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。